皆さんこんにちは、B レジェンド大林です。今回はですね、質問をいただきまして、トレーニングでボディメイクをしていくにあたって、増量から始めた方がいいのか、減量から始めた方がいいのか、どっちなんですかという、本当に素朴な疑問をいただきましたので、私の考えをですね、ちょっとご説明していきたいなと思います。最初にですね、お話をしておくんですけども、勘違いをしている方、ひょっとしたらいらっしゃるかなと思うんですけども、脂肪が筋肉に変わることはありません。筋肉が脂肪に変わることもありません。筋肉と体脂肪っていうのは全く別の組織なので、若い頃運動してた方が太っちゃって、筋肉が脂肪に変わっちゃったとかね、そういうこともないですし、逆に太ってる人が筋トレして脂肪を筋肉に変えるんだ、そんなこともありませんので、まずね、そこだけはしっかり理解をしておいてください。で、その上で増量から始めた方がいいのか、減量から始めた方がいいのかっていうところなんですけども、これね、2つの要素が関わってくると私は考えてます。まず1つ目はその人の目標です。最終的にどんな体になりたいのか。当然ですね、腹筋がパキッと割れて細マッチョのかっこいい体になりたい、でも今の体は身長170センチ体重85キロぐらいありますっていう方が増量しても細マッチョにはなかなか近づかないですよね。そういう方の場合はやっぱり減量していった方がいいですし、逆に華奢な体がコンプレックスでガッチリした体になりたいですっていう方が減量してもガッチリした体にはなかなか近づいていってくれないので、最終的に自分がどんな体になりたいのかっていうところから考えていただくっていうのが一つです。そして二つ目なんですけども、その方の運動歴によってかなりですね関わってきます。全く運動歴のない方、学校の体育の授業以外はもうほとんど運動してきませんでしたっていう方なんかは、最初は増量も減量もしない方が実はね、いい成果が出やすかったりします。なぜかというと、全く運動経験がない状態からトレーニングをすると、基本的にですね、食事のこと何も考えなくても運動量が増えるんで、消費カロリーが増えて体脂肪は落ちていきます。全く運動経験がない方の場合っていうのは、減量中でも筋肉って増えたりするんですね。これがいわゆる初心者ボーナスなんて言われてたりしますけども、運動経験が全くないところからトレーニングを始めた時っていうのは非常に筋肉が増えやすいので、何も考えなくても体脂肪は落ちていって筋肉は増えていくっていうことが、起こり得るんですね。それに加えて、ちょっと肥満体型の方なんかだと、もっとそれが顕著になります。10キロ以上こう減量して、同時に筋肉もどんどん増えていくなんていうことが起こったりするので、運動経験のない方なんかは、まずはしっかりトレーニングを習慣づける。しっかりジムに定期的に通って、一生懸命トレーニングするっていうことに集中していただいた方がトレーニングも続けやすいですし、長い目で見た時に早く理想の成果が出やすくなったりするので、増量とか減量とか何も考えずに楽しくですね、ジムに行って頑張ってトレーニングをしていただくっていうところにこう集中していただいた方が良かったりします。で、逆に1年とか2年とかトレーニングの経験がある方っていうのは、初心者ボーナスっていうのももうなくなりつつあるので、ご自身の最終的な目標に照らし合わせて減量するのか増量するのかっていうところを決めていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけども、今よりも筋肉はつけたいけども体脂肪は落として腹筋割りたいっていうところなんですよね。そういう場合ってどっちから始めたらいいのかなってちょっと迷うと思うんですけども、私個人としてはボディメイク始めようかなって思った時に、力を入れてはっきりシックスパックが出てないような状態であれば、まずは減量から始めていただくのがいいんじゃないかなと思います。なぜかというと、体脂肪があんまり多い状態だと筋肉量って増えにくくなると言われています。逆にしっかり体脂肪を落として減量した後ですと筋肉量も増えやすいっていう風に言ってる方もいたりするので、筋肉も増やしたいけど体脂肪も落として腹筋割りたいっていう、こうどっちも取りたいっていうような目標をお持ちの方は、多くの場合最初に減量した方がいいんじゃないかなっていう体型の方が多いかと思います。目安としては、腹筋が力を入れた時にはっきりシックスパックが見えるぐらいのコンディションまで減量してから増量すると、始めようかなって思った時にもうそれぐらいのコンディションであるんであれば増量から入っていただくっていう感じで使い分けていただくといいんじゃないかなと思います。
ます。はい、今回はですね、ボディメイク、増量と減量どっちから始めたらいいのかということについて私の考えを説明させていただきました。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。